山崎選手、お願いします。10月5日の、引退セレモニー、そして、今日、引退試合ということで、中日ドラゴンズ球団、そして茂監督をはじめコーチ、選手の皆さん、本当にありがとうございます。そして、今日お付き合いいただいた、楽天イーグルスの皆さん、本当にありがとうございます。解説者という形で、新しい、人生が始まります。そんな中、僕にも解説者としての目標ができました。それは中日ドラゴンズ、そして楽天イーグルス、この2チームが優勝し、そして日本シリーズで戦って、その日本シリーズで僕が解説をするということが、そして1年目ですけども勉強してです、皆さんにいい解説をできるよう頑張っていきたいと思います。そのためにはドラゴンズ、イーグルス、必ず優勝して日本シリーズに来てください。お願いします。そして忘れてならないのは、10日前に、東日本大震災3年目を迎えました。まだまだ東北地方復興というまではいきませんので、中部地方の皆さん、今後ともご支援のほどよろしくお願いします。そしてドラゴンズの皆さん、長い間本当に僕に熱い応援をしていただきありがとうございました。こんな素晴らしい舞台で最後終われるのは本当に幸せ者だと思います。ドラゴンズ、イーグルスに感謝して、山崎武史ユニフォームを脱ぎたいと思います。本日は本当にありがとうございました。両チームの監督、コーチ、選手の皆様はベンチへお戻りください。ありがとうございました。それでは山崎選手がグラウンドを一周します。ファンの皆様、大きなそして温かい拍手をお送りください。どうだろう。